田代千佳代のカンドラちょこっとナビ。警察事業は元 B1A4 のジニョンの軍女逮捕復帰作、チャテヒョン FX のクリスタルことチョンスジョンとタッグを組んだ警察大学を舞台にした青春ドラマです。体を使って犯人を逮捕するという昔ながらのアナログスタイルのベテラン警察官と、 IT 技術を駆使して事件を解決に導くハッカー出身の学生が、悪縁の出会いから警察大学で教授と弟子として再会し、衝突しつつも共に力を合わせて捜査に挑んでいくという青春キャンパスものと捜査ものとを掛け合わせたドラマです。警察官を目指す若者たちだけに、何パターンか出てくるジニョンの警察官の制服姿に萌えとなるでしょう。隙のないクールなイメージのジニョンですが、このドラマでは与えられた課題をクリアするために仲間たちと共に必死に頑張る姿が新鮮です。愛嬌を見せたり活動的な若者らしさがありながら、でもやっぱりキリリとクールな顔がかっこいい。チョンスジョン演じる一目惚れしたヒロインとの若者らしいストレートな思いのぶつけ合いは気持ちいいほど、警察内部に潜んでいる悪の存在を暴いていく過程でチャテヒョンとのデコボコなブロマンスが育まれていき、なんだかんだ言いながら信頼し合えるパートナーになっていく相棒感がいいんです。重すぎず清々しさのある後味が心地いいです。見逃さないでね。警察授業、どうぞお楽しみに。